リンホフプレチジオンスジュステム的に行く、通称リンホフは、ドイツのカメラメーカーである。世界で初めて組み立て式フィールド用、オーバンカメラを製造したパイオニアであり、スタジオ用、オーバンカメラを製造しているジナーと並ぶ、世界最高峰のオーバンカメラメーカー。45インバン用、H99W96mm レンズボード規格は、 リンホフボードとして事実上の世界共通規格となっている。メーカーのモットーは、一本の鎖の中では、最も弱い一人の輪が、鎖全体の強さを示す。創業当初は、金属製、リーフシャッターを製造しており、その部門は後に、フリードリヒデッケルの一部になった。テヒニカリンホフテクニカ DBP45 モノレール、ベローズカメラテヒニカシリーズは、 リンホフの代名詞ともなっている、フィールドカメラ。4ンバンが主だが一時 5×7 ンバンも、販売されたことがある。4ンハンモデルはコンパクトにまとめられる中に、許される限りの煽り機能と、バラエティに富んだ機構を数多く持ち、スーパーテヒニカ45法発売以降、プロカメラマンの標準機材の一つとなり、篠山騎信、白川義和、白、 シローなど愛用者のプロカメラマンが多数いる。以前はスーパーテヒニカ、テヒニカシリーズ名で距離計を装備したモデルがスーパー。現行は45インバンのマスターテヒニカシリーズのみ。距離計連動のためのカムはレンズ個別に調整が必要。カムがついた状態でのベッドダウンは蛇腹に当たることがある。カムを外して再装着する場合、ドイツに送って 再調整するのが正式とされていた。テクニカルダンシリーズは、テヒニカシリーズとカルダンシリーズの中間的な位置づけの小型軽量ビューカメラ、テヒニカルダンと表記されている場合もある。L 字型型持ちセンターティルとスイング機能を持つ、いわゆるリンホフ規格のボードを使用する。カルダンシリーズは、スタジオ用ビューカメラ、レンズボードは、 カルダンボードと言われる 162-162mm の大型ボードを使用する。リンホフプレスリンホフプレスシリーズは 69cm 半テヒニカのピント合わせ機構をヘリコイド式にした交換レンズ型プレスカメラ。リンホフカラーテヒニカテヒニカシリーズはリンホフの代名詞ともなっているフィールドカメラ。69cm 版。45インバンのモデルが マスターテヒニカの名称になってからも69センチメートル版のモデルはスーパーテヒニカと称した。いわゆるリンホフボードでない一回り小さいボードを使用する。テクニカルダンテクニカルダンシリーズはテヒニカシリーズとカルダンシリーズの中間的な位置づけの小型軽量ビューカメラ。テヒニカルダンと表記されている場合もある。L 字型型持ちセンターティルとスイング機能を持つ。 6 9トル版のモデルでも45イン版と同一のいわゆるリンホフ規格のボードを使用する。テクノラマテクノラマシリーズは6 2トル版または6 7トル版の中盤パノラマカメラ。リンホフ220リウンホフ220シリーズは6 7トル版。220フィルムも使用できる。その他。 メトリカカメラは中大型カメラしか生産していないが、三脚は小型カメラ用の製品も生産している。プロフィー3を除き、レバーロック式。石突きはゴムとスパイクを兼ね備える。レバーロック式の足の内一本には、雲台を取り付けられるポストがあり、カメラを低い位置にセットできる。2010年5月現在以下のモデルが生産されている。 小型から大型のボールヘッドも生産しており、ロックノブの操作に対する位置安定性がある。プロフィーを関するボールヘッドは、ロックノブ内側のダイヤルでフリクションを微調整できる。その他、大型カメラだけでなく小型カメラにも利用できる、大型雲台、レベリングヘッド、レベリングパンティルトヘッド、サンウェイレベリングヘッドなどユニークな製品が用意されている。雲台に、本体、 カメラにプレートを装着し、カメラと雲台を簡単に脱着できるようにするアクセサリー。小型の I 型と O 型の2型があり、その間に互換性はない。ありがとうございます。